どうもこんにちは劇団スカッシュのゆうやです。ということで今はですね SV2 の公開に向けてですね編集をやってるわけですもんね。やってるわけですけれども、おやおや今日私セカンドの日だなと思っていたらですね、じゃあそんな日には駒出しを一つねしようかなと思ってるわけですけれども、そろそろ編集最近してるって言ったんですけど、ちょっと気持ちを変えてこの前ちょっと喫茶店で編集してたんですよ。そしたらおやおや、なんかこのチャイナドレスを着たスリットなんか入った女のその中国の方かなの方と、その完全なるホスト風のそのスーツを決めたそのなんかちょっとチャラチャラしたこわもてのお兄さんが入ってきたんですよ。でこの2人ここで何話すんかなと思って、ね、どうもそのキャバクラのその面接を喫茶店でやってたんだけど、そのお兄さんがその女の人に、前のお店はどこだったのと、札幌あるよと、まああるよって言ってたからちょっと嘘かもしれないんだけど、札幌でのキャバクラで働いてた。あで どういう感じのそのお店だったのと、私のお店はあれよと、390円飲み放題よと、安いね札幌すごいねなんて言ってて、どんな飲み物があるのその飲み放題ってつったら、なんかそのジンロと紹興酒よそれだけとジンロと紹興酒だけと、まあまあでそれだけなの、なんか他にその料金体系というかなんかないのって言ったら、あるよ5000円のコースと1万円のコースあったよと、おとって言うと、なんかちょっとどういう感じのなんかそのお兄さん聞いてて、5000円の方は食べ飲み放題よとこれあれちょっとおかしいなと思って、え どういうことそのお兄さんとちょっとなんか話がなんか噛み合わなくなってきて、いや1万円の方 はなんかそういう感じなのみたいな、まあ、喫茶店だからあんまりその変にね直接エロいことなのみたいな聞けなかったから、多分ねその1万円の方はどういうあれなのって、1万円のはあれよとフカヒレとか北京ダックとかそういうのついてくるよとかあそうなんだ、それあれでキャバクラになったんだよねとそうよとあそうなんだ、他は他はまあたまにあのいい食材が入った時にあのもうちょっとあの単品で出すこともあるけどねと、お兄さん中華料理屋だねと。そしたらお姉さん、そうよと、そうあるよとでね、そこキャバクラじゃないよねってお兄さん、そうよ、そうあるねとえっと、もう横で聞いてる俺もえっと思いながら、じゃあ一言言わせてもらうねとお兄さん優しくね、あ、いいよ、何と、不採用女の人はね、あいいよあるよと一瞬出ましたよこれなんだこの会話と思って、ほぼほぼねもうあの、ま、ちょっと、ま、あるよとは多分言ってなかった、正直言ってなかったけど、そういうそのなこの不毛なこの面接は何なのっていう、そういうのがありましたでね、まあ、それを聞いて、あいかんいかんと編集やんときゃと思ってあの頭あのスイッチできましたよって、そんな話もありました。いかがだったでしょうか今日はねちょっと小話一つだけだったんですけども、8月14日の公開に向けて僕も頑張られるよということでそれではまたねー。